3日連続で前の週を上回りました東京都は今日新型コロナの感染者が新たに863人確認されたと発表しました先週の土曜日に比べて236人増えました前の週の同じ曜日を上回るのは3日連続です重症者は1人で5人の死亡が報告されました